きっといいことある。止まない雨はない。そう言って他人を励ましたことは、きっと一度はあるんじゃないだろうか。実際嬉しいことも続かないが、嫌なことも続かない。そうやって平行を保っているのが、人生というものなんだろう。実は俺も、大きな事故で危篤状態にあったことがきっかけで、とんでもないことが起きたんだ。あの日は、俺にとって人生最も最悪な日であり、最高な日の始まりだったんだ。ヒーローヒーロー探偵団やっと着いた。俺はヒロシ。オーストラリアに住んでいて、トラックの運転手として働いている。仕事はまあ、もう慣れたもんだ。だって今年で5年になるしね。よいしょっと。俺は慣れた手つきで荷物を下ろす。だけどこの時、事件は起きたんだ。いつものことだから、と油断していたせいで。倒れてきた荷物に挟まれてしまったんだ。おい、大丈夫か？誰か、救急車！この日運んでいた荷物はとてつもなく重かった。俺はこの時初めて、あっという間が、本当にあっという間だということを知ったんだ。まずいと思う暇もなく、俺は荷物の下敷きになり、意識を失った。そして、13時28分、死亡。俺は胸部を強く圧迫されたため、心臓麻痺を起こし、病院で死亡と判断された。だが、ここで俺の話は終わらない。だって、俺は死んでいなかったから。先生、まだ生きてます。え？死亡と診断されて14分後、奇跡が起きた。なんと俺は生き返ったのだ。非常に稀なケースですよ。ラッキーですね。ああまあ、生き返ってからも約2週間生死をさまよい続けた後、無事意識を取り戻したものの、俺は全く嬉しいと思わなかった。だって俺、いっそ死んだ方が良かったんじゃね？入院費があまりにも高額すぎて、貯金では到底足りなかったのだ。それどころか、払える目処さえつかないその額に、生き返ったことを後悔してしまうほどだった。そして不運はここでは終わらなかった。入院だろうが借金苦だろうが、こっちだって慈善事業じゃないんだよ。払えないなら今すぐ出て行きな。そんな。俺は退院後、住む場所も失った。だから泣く泣く趣味で使っていたキャンピングカーで雨風をしのぎ、生活をするようになったんだ。もう嫌だ。普通に家で暮らして。キャンピングカーで暮らすとなると不自由は多かった。メンテナンスしなければならないことが多いし、洗車は1日がかりだ。そしてリアラダーに登って屋根の上を洗車することのしんどさといったらない。どうして神様は俺を生かしたんだ。俺に苦行を味わえってのか。正直、キャンピングカーは趣味で使うからこそ楽しかったんだ。住むように買ったわけじゃないから、普通に暮らすとなると不便でたまらなかった。俺は思いにふけりながら窓の外を見る。そこには宝くじ売り場があった。当たったらこんな生活からは抜け出せるよな。人間窮地に追いやられるほど夢見がちになる。そしてそれは俺も例外ではなかった。すいません、スクラッチ1枚。あいよ。夢見がちな俺は、この生活から抜け出したくて、一枚の宝くじに夢を託すことにした。このスクラッチは、買ったその場で当選金がわかるタイプで、同じマークが揃うと大当たり、というものだ。1000ドル袋なら1000ドル当選。車が揃うと車か。頼む、当たってくれ。ひたすらに願いを込める。そして削っていくと。嘘だろ？本当に当たるなんて。なんと今まで一度も宝くじに当選したことのない俺が当選したのだ。こんな、俺が？何かのドッキリ？俺死ぬのか？人間本当に驚くと自分でも何を言っているのかわからなくなると聞くが、本当にそうだった。もしかして当たったのかい？その俺、実は死にかけたんです。それで生活していくお金がなくて、ここで宝くじ買って、それで。生死をさまよい、その高額な医療費からキャンピングカーで生活しながら、一縷の望みをかけて買った一枚のスクラッチで人生を変えたヒロシさんの登場です。こんばんは。あなたは本当にラッキーだった。きっと神様があなたに幸福な人生を送るようにと生かしてくれたのでしょうね。そうだと信じています。俺はその後、死にかけた後宝くじに当選したラッキーな男としてテレビ番組に出演することになった。俺はこの200万円の車を売って入院費に充てられるだけで十分だった。本当にここまで奇跡の連続だった。だがまだその奇跡は終わりではなかった。むしろ今までのそれは過程に過ぎなかったのだ。では中継をつなぎます。ヒロさん、聞こえますか？はい、聞こえます。番組から当日の流れを再現してほしいと言われ、リアルタイムで当選した宝くじ売り場に移動することになった。ではヒロシさん、その日の出来事を忠実に再現してみてください。はい、わかりました。まず僕は、
こんな感じでうなだれながら売り場へ行ってこう言ったんです。すみません、スクラッチ一枚って。はい、どうぞ。それで僕はお金を払って手持ちのコインで削ったんです。場所は確か、このテーブルで。当日と同じようにやってみてください。わかりました。俺は説明しながら購入したスクラッチを削っていく。当たってほしいとかそんなことは考えていなかった。ただ淡々と向けられているカメラに緊張しながら伝えていただけ。そして俺はその場から動けなくなった。ヒロさん、どうかしましたか？ヒロさん、具合が悪いですか？嘘だ。別にどこか悪いわけじゃない。ただ、驚きで言葉を失ったのだ。俺は再び当選してしまったんだ。見てください、これ。カメラに削ったスクラッチカードを見せる。そこには25万オーストラリアドルのマークが3つ揃っていた。25万ドルは日本円にして2100万円。嘘だ！信じられない！こんなことが本当にあるなんて。こうして俺は全国ニュースで取り上げられ、今年一番ラッキーな男にも選ばれた。入院にかかった金も全て払えたし、むしろ高額なお釣りが来たくらいだ。まあその後くじに当たることは一度もなかったんだけど、人生において幸運も不運も続かない。この経験が誰かの希望になったら俺は嬉しいよ。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ハハハハ。